竹井さん、はじめまして、こんばんは。35歳で体を使う仕事しています。食事や睡眠、ストレッチなどに気を使っているつもりですが、なかなか体が回復しません。竹井さんは酷使した体を回復させるためにどういうところに気をつけておられますかまあ、俺は別に、なんつったらいいんだろうな。俺が疲れない理由は、疲れるような運動をさせないっていうのが一番なんですよ。だから、運動をするにしても、体にくっついている筋肉全部をうまいこと稼働させて、どこか一箇所に大きな負担がかかるような運動をまずしないから、過負荷になってパンパンに収縮しちゃうみたいなところがあんまり体の中で出てこないっていうのが、 ままずずつつととだかからら、まあ、そんんなななに疲労度ががいいい回復しやすすっていうことがまず1つなんですよだから食事とか睡眠はんかに、ね、気を使ってるって言いますけど、どのぐらい気使ってるか分かんないんで、足りてんのかどうか分かんないんですよ。食事とか睡眠なんて細かい話すると、俺はもう本当に若い頃はもう毎日6回体の挟めるとこ全部で体温を測って、皮膚の温度を下げないように、皮膚の表面の温度をあの36度とか絶対切らないように、表面に風が当たってたりとか、エアコン入れてずっと風当たって、こう、 この太ももとかに風が当たってて、冷やって触ったら冷たい時あるじゃないですか。ああいう時って36度切ってたりするんですよ。そういうことを絶対しないって、か循環をずっと保つっていうようにしていたりとか、あ,あと、なんだろう、その時のまあ気温とか湿度とか、部屋の中と外で全部取ってとか。 で、快適に睡眠できる環境を整えてとか、食事もぶっちゃけ食べる量、重さ、栄養素、食べるものの温度、飲むものの温度、量とか全部計測して、体調がいい時はどういう分布になってるのかって基本的に全部調べきってたんで、その中で一番自分が快適に心地いいと思う環境で過ごせるのは部屋の中の環境はどういう環境なのかとか、とにかく脳に負担をかけずに、 体の回復に全てを使えるようにっていう体調管理をしたりしてたんで、そんなことやると多分ね、ノイローゼになっちゃうと思うから、体を使う仕事してたらもう好きなもん食って、疲れた仕事した後に10分でいいからトレーニングしてください。運動してください。体を使う仕事するってことはさ、長いこと物を持ったり、いろいろい,ろいっぱいするってことじゃないですか。 だらだらと、とてつもない強度の高い運動じゃなくて、だけど100%は出してないことがほとんどなんですよ。100%の強度で仕事8時間やるのは絶対無理なんで、ぬるい、まあ、7、8割の強度の運動をずっと続けたいって言ってるんですよ。それは疲労するんですよ。当然。 それで慢性疲労になってくるんだけど、じゃあもう一個やってほしいのは、これはまあ体動かしてるから言うことですけど、できれば全速力とは言わないけど、全速力に近くて怪我しないような運動を必ず1日10分ぐらい入れてみてください。そしたら仕事より強度高い運動を10分してるってことで、仕事の強度が下がるんで、要は自分の体はもうちょい高い強度の運動をすることを覚えて、あ、これはきついけど毎日やるんだなって覚えてくると、 普段の仕事の強度のそのだるいものの強度がちょっと下がるじゃないですか。で、それで疲れているんだけど、まだこの後にそれより激しい運動するんだよなって体がインプットしてくるんで、脳も。するとちょっと、それを一日休むだけでも、あ,あ今日なんか楽だわって思うようになったりとか、あと強い運動を入れておくと、緩い運動を楽できるような技術も身についてくるんで、そういうので仕事で体を使うのを楽してあげて、仕事の後に強度の高い運動をするって10分でいいからやってみて、どうでしょうか。ちょっとね、チートですけど。